すごい悲しい。俺は前回配信でこのゲームやらせてもらったんやけど、すごくなかった？俺さ、結構楽しんでたんやけどさ、ほとんどの人がなんか、あれデータ2つある？なんでデータが2つある？なんで？怖っ。こっちでいっか。あ、オートセーブの方でいっか。じゃあこっちやります。なんかほとんどの人がおもんないみたいな、このゲーム。いや、すごい。いや、見て、右下のしんちゃん、可愛くない？あなたたちさ、この5歳児にさ、なんでそんな本気でアンチできるの？びっくり、今日から朝の体操に鳥みたいな、あの恐竜がいるそうです。あれか。悟空が最初に如意棒で倒したみたいなやつか。いたね。ちょっと画像貼っとくか、わかりやすいように。で、これ、毎回見なきゃいけないの。ヒロシの青ひげ、むちゃくちゃ気持ち悪いから見たくないんだけど、このムービー。でも、可愛らしいよね、このムービー。ヒロシの青ひげ以外を除いたら。あ、白が、めちゃくちゃ可愛い。いや、このゲームで何がすごいってあれなんだよね。2D のさ、イラストを、こう、3D にする感じがすごくない？これ、なんかあんまり触れてないけど、みんな触れてないけど、これめっちゃすごくない？めっちゃ冷静に考えたらめっちゃすごくない？これ。よくみんな5歳児相手にさ、アンチできるよな、このクソニートたち。ひどくない？絶対できんわ、俺。そんな。ひまわりがすげえ可愛いんだよな、このゲームね。いや、なんか、で、しかも前回はチュートリアルとか、まあ、1日目2日目だったからストーリーがめっちゃ進んでたのね。だから、まあライブだったんだけど、まあほぼカットするとこもなかったから、まあそのままでいいかなと思って。あの翼竜の呼び名を決めないとね。じゃあ、でもさ、この呼び名さ、ね、俺決めらんないんだよ。俺のさ、あれにさせてくんない？俺もさ、あれにしたかったよ。自分で名前決めたかったんだけど、できないんだよね。どうしよう。恐怖の巨大鳥は実在した。恐怖の巨大鳥は実在した。っていう名前ね。こうして無事、翼ああ、竜のこういう名任務が前ね。なる始まっほどたね。なんよ。か、ワンピースは実在する的なね。そういう感じのね。まあ、なかなかいいんじゃない？白ひげみたいなセンス。あ、勝手に動いてる。なんで？信者勝手に動いてさ。で、今日4日目なんだっけ？ 3 日目なんだっけ？あ！いる。誰？ちょっとお胸大きいね。あ、山田もっとさんね。おはよう、しんのすけ。今暇。うわ、出た。この、今暇って言ってくるやつ、マジで。あんま言われたことないけど、あんまり誘われないから遊びに。あんま言われたことないけど、LINE とかで今暇はやばいよね。ほら、一生懸命作るぞ。それは今暇じゃなくて、手間暇。あ、そういうことね。しんちゃんの小ボケが分かりづらいからね。悪の産地に伝票持っていくんやけど、散歩がてら一緒に来るか？悪の産ってのは悪の博士。うん。散歩と、これ、なるほどね。まあそうだね。暇だし行くか。なんで後ついていかなきゃいけないの？一緒に行こうよ。新聞社の前で待ち合わせね。これ、ちなみに、しんのすけの身長1メーター何十センチくらいがあるらしいよ、この見た目で。あの緑の服のやつ、バケモンサイズじゃん、じゃあね。山田もっとさん。びっくりしたわ。で、なんでこの手のゲームって一緒に行かせてくんないの？一緒に行こうよ。妖怪ウォッチ2とかだとさ、おばあちゃんと一緒に行くイベントあったよね。あれすごいよね。今、冷静に考えたら。一緒に行くって、どこ行ったんだっけ？あ、俺またこれ体力切れで死ぬんじゃない？これ、しんちゃん。え、俺どこ行った？山田もっとさん、じゃあついてくわ。まあ、ストーリーわかんなくても、おいおい解説していくから、大丈夫。生放送見てない。わあ、そういうことね。右のやつがいけるような。親工事中の通行止めがなくなっているようですね。こういう恐竜が恐竜が通って壊したのかな。恐竜が通って壊していっていいような場所だったら、最初から行ってよくねっていう説と。しんのすけ、あ、行こっか。来た来た、こっちこっち。あんま呼び捨てしてもらえんでもらえます？この世界だとあなたよりしんのすけの方が知名度もあるし、あれなんですよ。金も持ってるんですよ。しんちゃん、かわいいな、後ろ姿。ちょっと前までここは工事現場で通れなかったんだけど、ね、しんちゃんの服ってプーさんに似てるよね、色合いが。それ俺も知ってるぞ。恐竜が柵を壊して通れるようになったんだ。だから恐竜が壊していけるような場所はどれでも行けるでしょ。これ論破していいですか、僕。あ、道の真ん中歩いたら恐竜に踏まれちゃうかもしれないから。え、クソ危ないじゃん。え、クソ危ないじゃん。注意注意。了解。かわいいね。ちょっと今、うんってうなずいたよね。見れない人は頑張って。血眼これ見て、画面。ちょ、なんか、俺は画質いい画面でプレイしてるけど、俺ね、意地でも 720p でしか録画してないから、ちょっと画質悪いなって思ってたら、もう血眼これ頑張ってみて。ここ、とっても綺麗でしょ。ほんとね、綺麗ね。なんとかっていう名前の花が水の中に咲いてるの。へえ。あ、本当になんとかって名前なんだ。へえ。いや、なんとかっていうのは名前を思い出せないんだけど、すごい紛らわしいね。なんとかね。あ、なんかあそこにあれがあるよ。忍者のさ、ここちょっと拡大しとくか、分かりづらすぎるわ。なんか忍者がさ、水遁の術使ってるやついるよね。あ、川に落ちたら危ないからね。注意注意。いや、川より恐竜の方が200倍ぐらい危ないと思いますけどね。全然。この世界のなんか、
危険度の示し方がよくわかんないけど、なんかここにあれあるね、水遁の術あるよね。あれなんなんだろう、たまに見かけるよね、田舎とか住んでると。こっち行くと、あ、黒髪農園。どこ、あ、なんかじょうろがあるよ。これあれじゃん、作物育てられたりとかするのかな。ここはよしこちゃんの家がやってる農園なの。よしこちゃん誰だっけ。あー、女子大生のよしこちゃんね。あー、あれね、あれね、そうよ、さっきの新聞社に働いてるよしこちゃん。ここら辺は使っていない畑だけど、勝手に使っていいことになってるの。畑仕事をやってみる。それって、おらのはあの素敵なお姉ちゃんとお近づきになれるチャンス。そうだね、そうかもね。ブリブリー、あ、ブリブリしてるね。なんか BGM 鳴ってほしいけどな。しんのすけ、畑仕事そのものには全く興味がなさそうね。うふーの言い方がなめこやね。よしこお姉さん、よしこお姉さん普通に美人やからね。てか山田元さんも全然可愛い方やと思うけどね、この世界線やと。私に対するこいつはどうでもいいや、暇つぶしに持ってこいな感じの違いは一体どこから生まれてくるのかしら。ちょっとお話が多いね。分かった、ちゃんと追いかけていきます。あのじょうろで水とかやってさ、あれ育てたい。俺大根好きだから大根育てたい。大根辛いよね、実は。知ってる？みんな大根生で食ったことある？めっちゃ辛くない大根。あ、ここか。あれ前回っていうか生放送で確かにちょろっと行った気がする、あっちの奥は。はいはいはい、ここに繋がってんのね。で、どこ行ったんだあの人は。ちょ、追いかけてみるか。かわいいな、しんちゃんの。あ、ちょ待って、虫入れる。虫をさ、これ取ってって、はい、新しい虫とかじゃないもんね。あ、ベニトンボか。わ、すげえな。排水口があるせいでここから先へは進めません。排水、うん、どうすればいい。排水口ってどこの話。これは、あ、排水口、これ段差に見えるけどな。お、ちょっと助けてよ。ちょ、目の前にいるじゃん、悪のが。ちょっと助けてよ。ね、このゲーム、体力切れものすごい多くない？あ、カブトムシ今捕まえなかった、さりげなく。いいね、結構レアそうじゃない？で、ここか、ここに行けばよかったんだ。さっき博士いたよね、あっちの方行けばよかった。で、専用駐車場、なんか絵が綺麗なの、すごい。どうしたの？今日は大事な伝票を持ってきたんだけど、悪野さんいなかった。いや、悪野さんね、どうせ探しに行こうってミッションだと思うんだけど、もうね、場所分かっちゃったよね。あ、チョコビ一箱はありがたい。いや、マジでありがたい。なんかチョコビみたいな服着てるしね、この人ね。さて、悪野博士を探す子、じゃあ俺 RTA します。悪野博士探す RTA します。俺絶対ね、他の生放送とかゲーム実況者絶対俺は早い自信ある。悪野博士がいる、こっちね、こっち、悪野博士こっち。俺マッピング能力結構普通ぐらい、得意ではないけど、まあ普通ぐらい。こんにちは。ちゃんと挨拶しよっか。あ、虫いる、捕まえたい。悪の博士を大発見。ね、発見した。見つけることができました。絶滅危惧種。見つけました。あ、父の方座る？しんちゃん。気まずい。おい、気まずいね。あ、ついてきてくれたんや。しんのすけ、お手柄。やっと見つけた、悪のさん。ん、どうしたのじゃ？今日の餌代の伝票を持っていくと言ったでしょ。あー、いかん、忘れてた忘れてた。もう本当に忘れっぽいんだから、注意注意らしいです。はい、牧草ロール7トン分の伝票よ。別にさ、なんか恐竜のが見つかったらさ、なんか国の問題になりそうですさ、始末した方が僕はええと思いますけど、なんか飼うとかじゃなくて。いや、かわいそうなら分かるんだけど、僕始末した方がいいと思いますよ、国のためにも。なんか良くないと思う。なんかこの恐竜が例えば犬を食べるとか、そういうのありそうだから良くないと思う。始末した方がいいと思う。人間は多分食べられません。来週の火曜に配達だって。さて、ここで問題です。牧草7トンで恐竜の餌は何日分？1週間分かな。突撃レディ23号は推定23トン、1週間分かな。牛のおよそ38倍、1週間分かな。牛の飼料が毎日30キロで、いや1週間分かな。突撃レディ23号は毎日およそ1トン食べる。ほら、1週間ね、言ってるでしょ。しかも何ってか、めっちゃおとなしいね。恐怖の巨大鳥は実在したが増えたそうか、こういう名前だったね。恐怖の巨大鳥は実在したが増えてるし、ごめんな、変な名前にしちゃって。かわいいな、頭いいのかな。で、恐竜って頭いいの？犬って頭いいって言うじゃん、なんか言葉分かったりとか言うじゃん。恐竜って頭いいのかね。
美味しいチョコビをもらいます、ありがとう。俺ねチョコビ食べたことあるけどあんまり好きじゃない、あんまり好きじゃない。そもそもチョコかけるスナックっていう組み合わせは好きやけど、あ、ここか、前回行けなくなってたね。そういえばここの扉の中どうなってるのか気にならない？ここに牧草を入れるの？時々この町の小さな子がたくさん集まっているみたいだよ。えっ、ばーちゃんとか来る？ばーちゃん来る？あーと、わー、いや熱い、この展開はマジで熱い。マサオくんでしょこれ。こんにちは。こんにちは、僕はロボット。いや、あ、マサヤ、マサヤなんや、マサヤなんや。おにぎりって言わないで。すげー声まで一緒じゃん、かわいい。なんでロボットなの？僕はロボットが好きなんだ。あ、そうなんだ。だから僕もロボットなんだ。え、それで坊ちゃんに似たやつだけ出てこないとかいう設定だったら闇が深いけど、坊ちゃんに似てるやつも石好きとかだったらどうしようね。どう見てもおにぎりって言わないで2回目ね。え、かわいい。僕らはここに集まって恐竜バトルで遊んでるんだ。え、恐竜バトル君もやる？いや、危なくない？ほら、恐竜と戦うのは嫌だぞ。いや、俺も嫌だし。戦わせるのは博士が作ってくれたバトル。あ、そうなんだ。え、すごいじゃん。博士、なんか子供となんか理解のある、すごいいい大人の感じなんだね。本物とは違うけど、すごい迫力なのに。そうなんだ。博士ってあの、白の博士。そう、僕はロボットが大好きだから、白の博士も大好きなんだ。へぇ。いいんじゃない？白の博士も多分子供とか好きなんじゃない？なんで子供にロボット作ってくれるの？もしかして、後で高額の請求が。なんか、しんちゃんってそういうとこあるよね。ちょっと怖い感じの発想になっちゃうね。大人っぽいというか、どうやら僕の頭の形が好きなんだって。ショタコン、よくわからないけどね。あ、君の名前は？俺はしんのすけだよ。僕なんか自分で名前決めたかったな。マサヤ、よろしくね。かわいいな。やっぱしんちゃんの中でもね、僕はあれが一番好きかな。チーターが一番好きかな。チーターね、画像貼っとくわ。チーター良くない？チーター実はいいやつなよ。あいつヤンキーっぽくて。こんにちは、しんちゃん。僕でよければ恐竜バトルのこと教えてあげるよ。教えてもらうか、じゃあ。まあじゃあ恐竜のこと教えてもらおうか。あ、恐怖の巨大鳥は実在したも操れるんだ。体力が弱いのに攻撃力が強いんだ。あ、そうなんだ。あ、そういうのとかあるんだね、ちゃんと。あ、じゃんけんみたいになってるとかではないんだ。へえ、なるほどね。あ、すごい、すんでちゃった。あ、ここで恐竜バトルしてるんだ。博士さ、恐竜は作れるのに台は作れないんだ。みかんのあれで代用してる。すごいね。あ、台だけに代用ってそういうのじゃないからね。じゃあどうしよう、どこ行こう。もうバイカモの川には行ってみた。水の中には、あ、行った行った行った。ギネバ、キネか。恐竜が出てくるなんて、なんて田舎なのかしら。かわいいね。じゃあまあ今日この辺にしとこうかな。こっち行って、こっち行くと白がいるんだよ多分。あ、ほら、でこれでなんか今日強制終了みたいな。 1パートなんか2日ぐらいやっていく。どうしよう。まあ続けてもいいけど、どうしよう。いただきます。あ、カレーだ、うまそう。いただきます。どういう皿、初めて見たわそんな色の皿。いいね。あ、食堂なのかここが。だから皿の色も特徴的ですよみたいな。でここの背景の良くない？なんかオラ夏の僕夏の感じすごいよね。しんちゃん口塞ごっか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。かわいい、ひまわりすげえかわいい。赤ちゃんかわいいよね。赤ちゃん嫌いな人おる？出た、ヒロシのヒゲタイム。これハスコラ苦手な人とか集合体恐怖症大丈夫？なんかキモくない？ヒロシのヒゲ。ヒロシのヒゲはハスコラすぎて俺無理なんやけど。夜は外に出ちゃダメよ。はい、行きたい時はママも行くから。ひまわりがかわいい。しんちゃんさ、こんなかわいい娘おるんやからさ、もったいないやろ。これずっと一緒にいてあげて。ひまわりと一緒にいてあげて。ここかわいいね、すごいかわいい。ひまちゃんもう首座ってたんやんな、かわいいね。え、どうしよう、どこ行こう。あ、もうこっち行くと強制白と二郎で強制終了になれるんや、こっち行くと。なるほどね。なんとなくなんかシステムがよく分かってきたぞ。文章を選ぶ。まあこれは基本的に僕ね、人とは違うのかっこいいと思ってるんで変化球できますよ。よしこの農園を見つけた。見つけたっていうか、見つけたって言い方ちょっと失礼。なんか隠れよしこ。恐竜はとにかくたくさん食べるんだって。あ、マサオくんだ。
マサヤくんか。いやいいね、このゲーム結構好きだぞ俺は。全然てかヒロシ寝ないんだね。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。おやすみ。何時ぐらいに寝てんの？5歳児、5歳の方見てたらさ、いつも何時に寝てます？僕なんかもう8時とか9時には寝てたんじゃないかな。俺小学校の頃、俺ね小6まで9時とか10時に寝てたよ。俺マジで夜更かししない人っていうか、母ちゃんが許さない人やったから、次の日起きれるんやったらいいけど起きれないからダメって言われた。本当に起きれないからね。これまでできるまで記録します。はい。すげえ綺麗よな。俺 Windows の背景これにしよう。山田もっとちゃんが参加します。え、これ毎日加わってくもしかして。今日から朝の体操に。え、毎日加わってくこんな。いいのそれ。あ、めっちゃいっぱいになってるじゃん。わざわざみんなここ来てくれたんだ。ここが都心部なの、この田舎の会、田舎界隈の。いいね、この。何の、ね、博士のさ割と服装好きやで俺。てか博士ぐらいしかまともな服のやついなくね。なんか全員友達コレクションの初期装備みたいになってる全員。マジで冗談抜きで。マサヤくんも一緒に食べればいいのに。せっかくここ食堂なのに。美味しいでしょ絶対ご飯ね。日の山食堂びっくりした。そういえば、しんのすけたちって言いつかれるの、マジでびっくりしちゃった、今。心臓バクバク、明日の朝の予定で。そうなの？帰っちゃうの？もう帰っちゃうな。という名前だってな。ねえ、だよね。女の子を泣かせるなんて。我ながら、罪な5歳児だぜ。泣いてないね、確かにね。しんちゃんのこの性格って誰の影響になるかしら。ねえ、誰なんだろうね、本当に。あ、ひまわりのこのじとめか、じとめめっちゃ可愛くない？なんでみんな俺のこと見てるの？ひろしな。こんな性格だったんかな。でもヒロシの、ヒロシ型、父型のお父さんがこういう性格なんだよね、しんちゃんの。確かそんな感じだよね、おじいちゃんが。めっちゃ似てたよね、輪郭とか。だからまあおじいちゃんというか、まあヒロシ遺伝なんだろうね。ごちそうさま。しんのすけ今日はど、俺今日朝飯と昼飯食ってないのに、午後2時。しんのすけ今日は土曜日で、今仕事が休みだから、ああ、ほんとだよ、今日俺も土曜日だよ。本当なの？これこっちの世界とリンクしてる？昼間も一緒にいられるぞ。どこへ行く？そうですなぁ。オラが父ちゃんは危ないしてあげるぞ。案内ね。案内。でも確かに恐竜がいて危ないから、あまりいろんな場所に行かない方がいいかも。だから恐竜別に俺、恐竜ってやばくない？普通にこの世界線。正気でいられんのやけど、こんなんおったら。連れてってくれるっていうのはどうだ？オラのお気に入り。他の人に内緒ですぞ。で、坊ちゃんに会いに行こうよ、坊ちゃん。坊ちゃんいるだろ、絶対。あ、紹介ね。紹介。よしこお姉さん、紹介しよっか、じゃあ、親に。はあ、どうも。こちらこそどうも。なんか音が時々なくなるのは何なんだろうね、これ。おい、しのすけ。お気に入りってのは、こういう意味じゃなくて、不満。ひろし、でも、あれだよね。結構、不倫じゃないけどさ。他の女の人結構好きだよね。ヒロシの性格やっぱ似てるよな、しんのすけ。若い女の人すごい好きなイメージがある、ヒロシ。なるほどなるほど。ここに来るまで阿蘇の歴史を全然知らなかったぞ。お役に立てて光栄です。ヒロシ、キャップの本名気になる。昔の新聞記事を読んで、はい、この地方に伝わる女王ヒヒコの物語を知りました。ヒミコみたいな。ヒヒコすげえ言いにくいしな。古代日本には恐竜を蘇らせた謎の部族と、はい、その蛮行を H によって治めた九州国の女王ヒヒコがいる。すげえ難しいなこのゲーム。これわかんの、この少年少女たち。まず謎の部族はどのようにして恐竜をよみがえらせたのか。タイムマシーン、それとも他の方法、何なんだろうね。いや、ヒロシの声優、あ、何ここ、なんか意味ありげじゃない。ヒロシもなんか、しんちゃんもなんか声がね、僕の印象とはちょっと違ってたけど、全然もう違和感ないかな。それらはどのような手段で運ばれてきたのか。なんかあれみたい、ピラミッドとかもそうなんだよね。なんかどうやって運んでるのかちょっと分かってないんだよね。なんかあれ知ってる、ピラミッドとかってさ、あの宇宙人説あるの知ってる、あれやったの。なんか化石とか金星とか水星にもなんかピラミッドみたいなやつと水が溶けた跡があるらしくて、だから地球にもピラミッドとあれを置いてくれたんじゃないかみたいなね、そう言われてるらしいけど、知らない、嘘だと思う俺は。つまりこの新聞社にヒーゴの遺跡の中に作られているんだ。まあ、恐竜いるし、恐竜本人に聞いてみたいとこあるけどね。すごいなこの服のさ、あのシンプルさ。俺なんか
服シンプルなのも好きだけど、ちょっとこんなシンプルすぎるのはちょっと恥ずかしいな。友達コレクションすぎ。砦って何？小さなお城のことだよ。こうやって子供は言葉を覚えてくんやね。ふん、お前のことなんか知らないぞってこと。待って、これなんだ？砦からなんかかかってんだろ。ふん、お前のことなんか知らないぞってこと。これどういうことだ？ちょっと待ってよ。ちょっと待って、わかんない。5歳児についてけんわ。それはお城じゃない。あ、城の方か。砦だと思ってた。勝手に城。勝手に城ね。俺はヒヒコの砦に行ってみたいぞ。すごいね。しんちゃんのギャグセンスを拾うさ、ヒロシがすげえわ。俺絶対わからんわ、元ネタ。今の時期は上がってるはずだからしばらく無理かな。あ、そうなんだ。じゃあ、ヒヒコの秘密、解明します。5歳児ごときに解明できるんやったら、なんか、その辺の、なんか偏差値50ぐらいの人が見たら、なんか8秒ぐらいで解決できるんじゃない？わかんないけど、5歳児に解決できるんだったら、そういうことよ。マサオくんのとこ行ってみていいかな？マサオくん、いるかな、今日も。幼稚園にはどうやって行ってるの？ほら、専用バスで行ってるぞ。行ってないよね。お前、毎回、うんこが長すぎてさ、お母さんに自転車で送っててもらってるよな。幼稚園バスでほとんど行ってないでしょ。もう、裏山ダムには行ってみた？いや、お前、ケンケンパしてんじゃない？これ。うわ、懐かしい、このケンケンパ、ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパ、ケンパ、ケンケンパでしょ。BBKK、BKK みたいな。じゃあ、行きます。マサオくんに会いに行きます。あ、マサオくん、じゃあ、これなんかさ、行き方がちょっと難しいよね。こっち行って、あ、違う、こっち行って、こっちか。奥行きが、あ、待って、虫がいた、虫がいた。虫いる、虫いる。これじゃあ捕まえて、よいしょ。これ捕まえて、しんちゃんの捕まえるグラフィック超可愛いな。で、これ捕まえて、行こっか。で、こっち行って、で、マサオくんに会いに行こう。ジャンプ。週刊少年ジャンプして、で、こっちにマサオくんいるんだよね、確か。ブリブリで行くか。足早いしな。あれ、マサオくんここじゃなかったっけ？こっちか。マサオくん。あ、いるんだ、マサオくん。はい、こんにちは。距離バトルそろそろしよう。まあ、そうかもね。そうかな。俺の方がかっこいいぞ。まあ、それはないけど。あ、それだけなんだ。あ、恐竜バトルできるよ。恐竜バトルしよう。恐竜バトルに参加します。あ、こんな無言で集ま、なんか語らない。あ、なんか今風間くんのなんかすごい、CPU みたいな動きしてた。すごい風間くんが今、人で動けなくて、なんか CPU みたいな動きしてたね。みんなどこで会ったこと、みんなどこかで会ったことがある人みたいですな。そうなんだ、みんなお友達なの？オラたちみんなで春日部をお守りしてるんだぞ。なんかさ、あれ、ミッチーとヨシリンのさ、パクリ出てこないの？ミッチーとヨシリンめっちゃ好きやで、俺。僕らも阿蘇の平和を守ってるんだよ。じゃあ合言葉は、阿蘇防衛隊ファイ、まあ、丸パクリやね。まあ、いいんじゃない？いいね、楽しそう。俺最近、おじいちゃん亡くなったから、こういう子供同士に囲まれたんやけど、すごいね、無邪気に遊んでて、俺も一緒になって。この年齢で。本当に、めっちゃ小学校低学年の子たちといっぱい遊んでた。いっぱい遊んでた。慎重に扱わなきゃ。わかりました。じゃあやりましょうか、恐竜バトル。どうやってやんの？弱いって。じゃあ弱いで戦ってみていい？弱い。突撃レディ23号 VS、 あ、突撃レディ23号なんだ。なるほどね。鼻息台風。出発、お進行。あ、かわいい右下のしんちゃん。何、急になんか始まったんだけど。こんにちは。バトルスタート。これどうすんの？なんか格ゲー始まったんだけど。あー、なるほどね。分かった分かった。そういうことね。じゃんけん、俺最初はチョキ出すタイプなんだよ。実は強さが一番低いと見せかけたチョキを最初一番出すタイプ。おー、いいね。マサオくん、顔面グーのくせに。しんちゃんもか。顔面グーのくせに。意外とあれなんやな。あ、勝ちやった。あ、俺がルーレットで勝ちとか決めていいんや。おー、普通に暴力。普通の暴力。しんのすけの先制攻撃、突撃39のダメージ。これにするよ。え、あ、パーで行くって言ってる。え、いいの？え、それなんか宣言パターン、俺パー出すわっていうやつ。え、うわ、本当にパー出してきた。かわいすぎる。なんか心痛いわ。ごめんな。マサオくんから、マサヤくんからしたら全然思んないかもしんない、この戦い。尻尾アタック40のダメージ。あ、もうわかんないんだ。じゃあ、パーかな。あえてのパーかな。
おお、気が合うね。なかなか気が合うね。で、最悪。最悪。意外とこのルーレットシビアやった。ごめん。音ゲーマーの本気が。あー、痛い。しかも攻撃食らうんじゃないこれ結構。ほらー、これ76やん。これさ、グーで勝っていかないともう意味がねえわ。必殺技でいく。なるほど。じゃあ、鼻息台風でいくってことね。はいはいはい。グーチョキパーね。これは、ほっすげえ真剣になった。なんかドラゴンボールヒーローズこんな感じのゲーム性になってるね。モンストとか、鼻息台風。え、すげえ臭そう。え、強っ、鼻息台風。あ、俺も食らう。あ、俺は食らってなかった。あ、よかった。どうしよう、じゃあ。蹴りつけるか。グーで蹴りつけたるか。いやあ、頭悪い、あいつ。絶対俺グー出すでしょ。だって92なんだよ、残り HP。俺だったら絶対チョキ出してたわ。違う、チョキじゃねえわ。あれ出してたわ。やった、勝てた。まあ、弱いっていうか、運だから分かんなくねえ、こんな。レベル弱いって言われても。HP とかの問題なのかな。マサヤルーズ、ありがとうございます。I'm a loser, ララ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 ラ、もういいかい、もういいかい、もういいよ。行きましょうか、しんちゃん。勝ってたのにやめちゃうなんてすごいね。そう、勝ち逃げですよ、僕。そういえば、しんちゃん、明日、カスカベに帰っちゃうんだね。あ、そうだよ、カスカベに帰ります。じゃあ、これにて解散。まあ、でも、7日間とかだったらあんま寂しくないのかもね。1年とか一緒にいてお別れはすっげえ寂しそう。な。じゃあ行こっか。すぐマサオくんすねちゃうしな。え、どうしよう、何しよう。え、え、俺はどこ。あ、俺ここか。え、すげえ危ねえんだけど、お前どいて。え、あ、母ちゃんとどっちが強いかな。うん、ど、結構張るかもね。母ちゃんは強いからね、なかなか。君んとこの母ちゃんなかなか強いから張るかもしんないね。え、クソ邪魔。え、クソ邪魔なんやけど。大きくてかっこいいぞ。危ないよ。行こう、こっち。ちょ、危ない危ない危ない。マジで危ないって。明日帰るんですよ。DJ ブースを見てきたけど、興味があるのか。俺はあのカンタムロボが好きなんだ。あ、そうなんだ。ガンダムとかから訴えられないのかね。うん、俺、しんちゃんもカンタムロボ好きだよね、確か。あと、プスライトね、プスライト。え、これさ、明日帰っちゃうんだけど大丈夫？ DJ 元気さん、ごめんね。明日帰るわ、僕。あ、待って、虫がいる。テントウムシいる、テントウムシいる。こいつは捕まえよう。これテントウムシじゃない。テントウムシぐらいしか分かんないわ俺。じゃあ行くか。で、トモちゃんのとこじゃ行くか。あ、ここで力尽きたけど、てか腹が、5歳児の腹すかせるまでさ育児放棄するミサエ何。じゃあ、まあ、とりあえず一旦ここで生き返って。え、これさ、生き返ったらさ、その場でミサエ停止する。あ、いなくなっちゃうんだ。え、ヒロシの居場所教えてよ、母ちゃん。ヒロシどこ行ったんだろう。なんか青ひげが遊んでくれるって言ったけど、遊んでくれなかったね。もう夕暮れになっちゃった。青ひげって言い方が青生地みたいでいいじゃない。こっち行くと白にお出迎えなのよ。ほら、白に迎えに来ても、白はどうやってここまで来たんだ。あ、確かに、白はどうやってここまで来たんだ。どうやって。ボットだよ。そう言ってるのか。あ、白の肉が出てる、食卓に。いただきます。いただきます。ビール飲んどるんやね、やっぱ。え、お父さん遊んでくれるって言ったのにどこにもいなかったじゃん、嘘つき。まあ、たまの日曜、たまにの土曜日ぐらいゆっくりしたいか。ごちそうさまでした父親はな。ごちそうさま。ごちそうさまでした。世のお父さんって大変だよね。青ひげキモ、ヒロシの。ほら、みんなと恐竜バトルで遊んだぞ。あ、いいね、ちゃんとこうやって今日あった出来事を話す感じ、いいね。みんなも話してあげてね。今日はね、こんな音ゲーやったよ。ゲーセンで大根たちやってきたよ。そう言ってあげてな。本物がいるんだからな。これで帰るんでしょ。あ、ひまちゃんもいる。本当にいい風呂だな。それほど、でもそれ言い過ぎやろ。お前は褒めたんじゃないぞ。かわいいひまちゃん。え、これ明日帰るんじゃないの。え、これ帰らないのこれ大丈夫。ちょっとじゃあ一旦あっち行ってみていいですか、自分。こっち行って、あ、
待って、マサオくんとかどうしてんのかちょっと見に行っていい？マサオくんがどうなってんのかちょっと気になるわ。あ、ホタル捕まえた？あ、モンシロチョ捕まえた。どこにいた今モンシロチョ。あ、マサオくん閉じまりしちゃった。ここマサオくんの家がどうか知らないけど。じゃあさ、こっち側から戻ったらどうなんの？こっち側のさ、ジローラモがいつも向かい、そろそろ帰る時間だよ。結構鉄壁な守りなんや。帰る時間？カスカベに帰れる、帰るんすか？なんか終わらないさ、7日間とか保在取ったからさ、このタイトルが帰れんのかなと思ってたんだけど。この町には遺跡の中にあるらしい、覚えておくぞ。あー、いい思い出。いいじゃん、このさ、終わらない7日間っていうよりさ、こういうの終わるからさ、いいんじゃん。夏休みとかって分かんない？終わるからこそエモいような、夏って。分かんないかな、この綺麗事この綺麗事分かりません？おやすみ。おとなしく寝るのよ。みんな可愛いな、ムニムニしてて。俺ね、ちっちゃい頃ほっぺが好きなんだよね、このムニュンって感じの。可愛いよね。ルン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 。保存します。これでどうなるんだ？完了しました。さあどうなるんだ？朝の体操して帰んのかな、もう。ちょ、ごめんね。何か、あ、今日は仲間増えないんだ。坊ちゃんにまだ会ってねえしな、そもそも。では、いただきます。やめ時が分かんないぐらいハマってんだけど、大丈夫か？あ、俺魚ね、意外と好きなんですよ。なんか魚嫌いな子供っていない？昨日うちの新聞社でひひこの記事を見に行っているんだけど。あ、新聞社寄ればよかったね。ごめんね、なんか全然興味なくてごめんね。これ本当は新聞記者に行ったら、あれ、ストーリー進んでたのかな。壁画にひひこの姿が描かれてたんだ。そうなんだ。やめ時が分からんぐらい。あ、ララコちゃんに似てるね、確かにね。その壁画知ってるし、ジョーに似てるって嬉しいけど、ヒミコに似てるは悪口やろ、さすがに。他人の空にってやつでしょ。オラに？オラにじゃなくて空に。いいね、このボケね。ギャグ線高いね、しんちゃんね。さてと。あ、いいな、こんな感じの会話しながら食事するの楽しそうだな。すげえ楽しそう。え、しんちゃんかわいい。ひまちゃんよりしんちゃんの方がかわいい、なんか。あ、しんちゃん口閉じて。野原家の面々。あ、そうだね、帰らなきゃいけないね。え、マジでヒロシ何の仕事しに来た？あ、え、ぼうちゃんは？ぼうちゃん出てこんのや、判決の都合上。なんか俺がさ、やればよかったのか。なんか俺がミスったな。でもさすがに一人で残るわけにも。そうだね。じゃあいつものカメラで。迷惑なっちゃうしね、向こうにね。はい、チーズ。いや、すごいよかった。カレーじゃないのかい。楽しかった。カレーじゃないのかってどういうこと？誰？おっと、そろそろ列車の時間だ。ああ、帰るのか。じゃあ本当に、いや楽しかった、ありがとう。うわ、秘密研究所の。いや、もう余計なこと、今エモい時やん。俺なんか坊ちゃんに合ってるミッションっていうか演出をやってないだけか、多分。なるほどね。これ気になるよね、この右の。多分奥さんなんだろうけど。若かった頃からあんな感じだったんや。ヤンキー、めっちゃヤンキーやん、この人。めっちゃヤンキー、ヤンキー。ヤンキー、ラ行を抜いて心に浮かべて。タレル、イラム、これね、小学生の間で流行らせようとしたけど長すぎて流行らんかったって有名なやつね。結局有名になっとるやんって話だけど、有名なやつね、これね。何がやってくるのでしょう。何？何でもありやけどね、ここまで来たら。もしかしてさ、これさ、最初の1日目とか俺さ、無限ループは好きやけど記憶なくなる系ちょっとなえるよ俺。めっちゃシリマルだしやん。あ、帰ってんのかな、これ。全然いないんだね、田舎すぎて。危な、なんかもうちょっと奥に座んな。手前に。え、消えた。しんちゃんが溶けた。エヴァの最終回みたい。
あれ、オラどこにいたんだっけ。え、しんちゃん何言ってんの。面白くなってきたじゃんこのゲーム急に。寝ぼけているんじゃないのか。え、しんちゃんだけが記憶受け継いでんのか。なんだこれ。いや面白くなってきたんじゃけど、じゃけど、え、何周やらなあかんのこれ。つか、え、あ、駅員とナレーションの人だ。え、すごい。あっそう、あっそうって書いてあったね今。ほら、この場所見たことある。デジャブやん。知ってるぞ。デジャブやん。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。なるほどね。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から。うわー、やったわこの下り。おとついか昨日かに骨やんな。でめっちゃ浅いって言ってたやつやんな。あー、あー、来た来た。おーい、なんか面白いじゃんこのゲーム。なんで。ヨヨコ、お久しぶり。久しぶり。お久しぶりぶり言わんのや、しんちゃん。ヒロシさんも挨拶大事って言ってたもんね。でもなんか角度が違うね、言ってた時と。超楽しくなってきちゃったんだけど。次回最終回になるかな。これなんかストーリーをね、めっちゃ長いってわけじゃ なさそう。古くからどっかりお世話になっている。何回お世話になってます。こちらはヨヨコをね、いわばえ、これさ、ちくわでしょ。ちくば。なんかしんちゃん同じボケするんや。認知症とかじゃないやん ねこの年齢から発情する。あ、ララ、これと、と、あ、中学生なんだ。飛ばすっていうか。寝る子はおせる。やったしな、この下りもな。それは。え、なに？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 飛ばそうと思ってたけど、なに？恐竜か？もう恐竜出てくるのか、この段階で。そう、この世界は先週の月。あー、なるほどね。異なる風景。え、超面白いじゃん。え、くっさって思ったら、なんか納豆のゴミがこのまま落ちされて最悪じゃん。捨ててこよう。よいしょ、ちょっとす臭すぎたんで捨ててきました。そう、この世界は先週の月曜日とは少々異なる風景。こういうアニメ俺見たことあるぞ。なんかあれなんだっけ、なんかタイムループするアニメなんだっけ、なんかなかったっけ。時をかける少女じゃねえわ、なんだっけ、なんかこういうアニメかなんか見たことある気がする。こんなことよしこお姉さんとおデートするぞ。ブリブリ、もう夕方なってるしな。こうして始まった新しい。うわ、マジか。頑張れしんのすけ。え、これ無限に続く。よしこお姉さんとデートできる。え、面白。これセーブですか、ここで。うわ、面白。7月31日になった。38月32日頑張ってやろうとか言ってたけど、うわ面白。いやこれマジで面白いわ。いや本当に。え、これってさ、日記とかってどうなってんの。あ、7日目、7日目かっこ7月31日って書いてある。おデートするぞ、なんか声塊みたいな。え、あ、これ日記は、あ、じゃあ日記見せてん、これ。じゃあ日記見せればいいやんな。まあいいや。うわ面白い、めっちゃ面白いわこのゲーム。なんか俺の好きな世界観だ。じゃどうしよう、パート3やろうかな。人気だったらやる。なんかコメントとかいろいろ多かった。コメントっていうか、なんか高評価とか再生数多かったらやります。やります。だから見たかったらあれね、いっぱい高評価して。あのこういう稼ぎを俺してる人マジ嫌いなんだけど、なっちゃしちゃった、ごめん。おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ。